どうもラスタイルです。本日はちょっと革靴に合うコーディネートと、まあ、獣医療なんかもちょっと一緒に合わせて秋冬色のこう革靴に合う感じのコーディネートをちょっと YouTube でちょっとやってみたいと思います。今日履いているのはとりあえず私はオルネの V チップモディファイドラストを履いています。パンツはスコットランド軍のタータンチェック、ちょっと今最近流行ってるやつですね。サイドアジャスターのちょっと古いモデルになります。ちょっと今日は少し上にしたかったんでサスペンダーして、ダルクのボタンダウンシャツにバラクータの G9 を着てます。基本的にはシンプルな感じです、ね、ちょっとまあここの柄と柄はちょっとうるさいかもしれないですけど、まあ、よく私がやってる感じのコーディネートです。こういう太いパンツにモディファイドラスターよく合うなと自的には思ってます。はい、ちょっとハイウエストなのすごい特徴的ですが、もしよかったら皆さん探してみてください。今日の格好に合うってなるとどうですかね。こういうストレートチップはやっぱりないね、なしっていう考え方で大体基本、まあ、こういうのはもう完全にスーツ用みたいな形なので、はいはい、これがまあこう茶になればまあまあ少しはいいかなっていう感じ、うん、ちょっと許容範囲になってくる感じ。ちなみにどちらのメーカーのですか。こちらはクロケット&ジョーンズ。先ほどのはこれはエドワード・グリーンのチェルシーです。はい、ありがとうございます。黒だとちょっと硬いし、まあ NG ですけど、こういった茶であればまあ許容範囲かなという感じですね。なるほど。こういったダブルモンクとかはすごい相性がいいと思いますね、うん、これはどこのブランド。これはジェームウェストのやつですけど、はい、こういうのはやっぱすごく相性がいいと思いますね、はい、ただこう寸がやっぱりこう短いもの、うん、あまりロングノーズだったりそういったちょっとこうギラギラしたものはちょっと合わないので、やっぱりちょっと控えめなこういったラストの方がいいかなと思いますね。これはまあ合いますね。他は、はい、こういったパステルローファーもすごくやっぱ合いますね。これはどちらのですか。これはクロケット&ジョーンズのキャベンディッシュですね。スウェードですか。スウェード、はい、3のタイプでかかとちっちゃくてサイズ感も合わせやすいですね。日本の方にすごくいいですね。スウェードとか合いますか。スウェードも全然大丈夫だと思います、はい、分かりました。やっぱりこういったあとジョージブーツって言われるちょっとこう高さがあるようなタイプこれもなんかすごくやっぱりブリティッシュな感じなので、こう合わせはすごくいいと思いますね。あまりやられてる方少ないですけど、うん、こういう合わせはすごいブリティッシュな感じで、うん、明るめのブーツ、茶でもいいですし、茶系がいいですか。黒でも全然いいと思います。ブーツも合いますか。ブーツもすごくいいと思います。はい、こういったチャッカー系のやつは、うん、そんなのはかっこいいと思いますね。なるほど。ただ丈感だけはやっぱり気をつけてもらわないと、うん、ノークッションの方がやっぱいいですね。ワンクッションされるとちょっともたつくので、やっぱりこのぐらいの丈感の方がちょっと短めな感じってことですか。綺麗かなと思いますね。わかりました。続いて、はい、フリッカーズのバートン。バートンこの辺もやっぱり完璧に合いますね。ちょっと珍しい。これは珍しいグレインレザーのやつなので、ブラックですね。ブラックの、はい、この辺もやっぱりぜひ取り入れてほしいなと思いますね。あとアウターをもし、これとかどうですかね。あ、それかわいいです。めっちゃいいですね。それはどこの。これインバーティアの、インバーティア、はい、ダッフルコート。ダッフルコートですね。色がいいですね、ベージュ。めちゃくちゃいいです、うん、女の子も着れそうですね。そうですね。これも一応売り物です。ジョシュアリスっていう生地メーカーの、はい、あ、見せてください。やつなので、はい、こちら、はい、
ちょっとまあ竹も少しちょっと短めで、まあ、あまり飽きの来ない、でトレンドが入りすぎない感じで、うん、定番っていう感じですね。ですね。こういう合わせも、こういう合わせの場合はやっぱり靴は黒じゃなくて、僕だったら茶を合わせるかなっていう感じですね。濃いめの茶色、濃いめの茶色ですか。この辺の色で、なるほど、なるほどです。はい、ダーク系よりは明るい方がいいですか。そうですね。ここのトグルの部分がこういった色なので、うん、まあ、こういう色で合わせたりとかっていうのもなんか草木色というか、うんうん、はい、ちょっと秋のこの木が枯れた感じのイメージでこう合わせても面白いかなと。こういう部分で色を拾ってもいいと思います。はい、はい、じゃあ次のアウターを何かじゃあ選んでください。次はこの辺がうちのお店らしい、この辺がうちのお店らしい感じだと思いますけど、はい、ジャケットすごいトラックですけど、ガブンのブレザーに金ボタン、ちなみにどちらのメーカーのものになりますか。アクアスキュータムですね、はい、素材感はちょっとこう、ちょっといいですか、見せてもらって、ちょっとつるっとした感じの、そうですね、はい、まあ、ごわごわしてない綺麗な、これがこれで、まあ、ローファーとかタッセルローファーとか合わせてもらったら、あ、なるほど、すごいうちのお店らしい感じの合わせで、そうですね、かなと思いますね。こういう合わせはぜひ欲しいですね。タータンチェックにブレザー、ボタンダウンシャツにタッセルローファー、すごくいいと思います。いい、いいですね。まあ、納体でいいと思います、うん、まあ、これに調体とかするともう本当すぐ決まってくる感じですね、うん、いいね。いきまして、はい、寒くなるとやっぱりこういったツイードで合わせてもらってもいいかなと思います、ね、ちょっとパッチワークになってる感じ、うん、ね、ブーツがいいですよね。チャッカーとかです。こういったオールデンのタンカーとかでもこれはオールデンいいと思いますね、はい、タンカーこの辺の色の中にちょっとバーガンディとかがあるので、うん、それを拾うイメージで履いてもらうといいかなと思います。黒いクローブしてレザーの、まあ、ニットキャップとかかぶってもらって、うん、冬はもうそれだけでも十分あったかいと思うので、うん、こんな感じで合わせても面白いかなと思いますね、はい、やっぱりバーバリーですね。ですね。自分に合うサイズのがあるかな。この感じもやっぱりラスタイルのお客様よくやってる感じですけど、ざっくり着てもらって、はい、腕が太いなと思われたりするときはよく好評を得てる着方なんですけど、ぐるっとぐるっとこう巻いてもらって、うん、着てもらうとちょっとこう動きが出てプシュッとなりますね。こうなるとカップルでも着ていただけたりできるので、うん、いいかなと思います。引き立ててもらって着ちゃえばすごい高いので、これはもう本当うちのスタイル、スタイルですね、スタイルかなと思いますね。靴は何がいいかね、こうなってくるとね、ブラウン、うん、ブラック、ミカエルとかもなんかかもしれない、ね、うん、ミカエルもいいね、うん、パラブーツのミカエル、うん、
こういうのでも全然対応できると思う。2枚袖ですが、皆さん1枚袖と言うと知られますけど、2枚袖は2枚袖のやっぱり良さがあるので、あまりこう気にされずに取り入れてもらえればなと思います。今いろいろコートはかなり揃っております。これはトレンチ、トレンチコート、僕に似合う。もう一人のスタッフはめちゃくちゃトレンチが似合いますけど、僕はまあまあですけど、背がある人はですね、そういうトレンチもよくここでこう結んじゃう人がいますけど、これは完全にやっぱり NG なんで、こうしっかり縛ってもらって、やっぱりかっこいい服なんで形を作ってもらって、こんな感じでトレンチはトレンチの良さが、うん、この上から外に僕とかマフラー巻いたりとかして、冬は大体過ごしますけど、なるべくやっぱりざっくり大きいものが現代らしいかなと思いますね。これやっぱり深い、後ろもかっこいい、こんな感じが、よろしいかなと思いますね。はい、以上となりますが、いかがでしたでしょうか。まあ、こういった回もあまりやってないので、またちょっといろいろご提案できたらと思います。いつもご覧いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。